このイーストウッドカントリークラブには室内練習場としてトラックマンがあります。ダッダダゼダッシュトラックマンがついてますよ、はい、ねほりはほり、はい、ねほりはほり、ねほりはほりあらゆる角度から見られちゃいます。はい、はい、であのどうせなんで高島君に、うん、普段はドライバーこう打ってるけど、うん、ドラゴンの時はこんなスイングだよってことをさっきおっしゃってて、うん、はい、じゃあそんな感じで打ってもらおうかという、うん、ショートコーン、はい、ちょっとどっちがどっちか分かるかな。普段はラウンド用、はい、ナイスイングですねいいスイングだってのは分かりましたね。いいスイングです。綺麗。あ、いいドローですね。おお、254.8 254.8 スイングスピードが 42.2 はい、クラブスピード1.49 って書いてある。プロだな。254.8。普通のスイングでちょっと振ったやつ。はい、あ、次が、はい、お、お、あ、じゃん3段階わーあはーって、あはいただきました。あー、なんか言われてみたらそう見えるおー、ほんとだ。261 43.4。 そんな調整して当たるもんなんだっていう。すごいさて、では踏まえて、はい、ドラゴン用。でも変わんなかった、数字が変わんなかったでしょクラブもちょっと強弱じゃないんです、普通ですよね、うん、そのドライバーで出場したんですか。違います。違いますよね。普通のドライバークラブでやりましたけど、うん、ドラゴンの時はもううんとテイクバックを上げます。ヒールアップして。全然違う。すごい全然違う。すごい、全然違う。当たりが薄かったっすね。いやいや、でも戻ってますもん。おー、全然違う。スイングある意味ちょっとあれですけど、いや、スイングスピードスピードが全然違う。 48.3 と書いてある。面白い。これで全然違うんだね。全然違う。それでもこれ怖いんですよね。ギリギリだったね。ポイントは脱力です。すげえ。トラコンっぽい。すごーい。ちょっと引っ掛けちゃいました、ね。すごい。あのやっぱ、あ、約300ですよ。すごくない？これ49いったいですね。ヘッドスピードトラックマンで。行ったことはあるんですよ。行った、いいですか？来た。火がついた。すごいすごい。火がついた。ドラコン上。すごいですね、トラックは299はすごい。すごい。さっきご飯食べたばっかりですよ。カレーが辛いって言ってましたよ。そうですね。さっきの方が良かったですね。でもすごい。なんかちょっと落ちて、飛距離も多分落ちました。いや、でもすごい、はい、ショートコーナーでした。素晴らしい。素晴らしい。テイクバックで調整してる。調整してるんですか。あのトップを大きくすることによって遠心力が、遠心力とあとこう高くすることで振る、こう横に振るよりかは落とす方がスピードが上がるので、なるべく高いところから一気に加速。はい。計測してない。全然体壊れちゃう。わかんない。え、何、当たりどころ、はい、どこ当たってんのか早すぎて見えない。お、これいいんじゃないですか。目玉が右に。あ、行った、うん、49.2。 お、上がってる、上がってる。49だ。すごい。でも飛距離はちょっと落ちちゃいましたけど、49行った。いや、でも素晴らしい。すごーい。普段で50行きたいですね。すご
ごい。でこれをあのクラブをもうちょっと長いそのドラゴンにすると50ヘッドスピードを超えてくるんで飛距離も300超えてくるんですよ。すっげー。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。はいはい。